どうもお疲れ様です。それではね、36週目の展望をちょっとお話ししていこうかと思います。まあしかしですね、前回15分ほどの長い動画で展望の方をお話してるんですよね。まあですんで FX オリガルヒの皆様はそちらの方をご確認いただいて、今回はね、ちょっとこう、もうちょっと軽めにお話ししましょうか。パパパッとね、端折って。で、速稼塾限定動画のご覧の皆様はすいません。月足から追いかけていくんですけども、FX オリガルヒほど詳しい解説はちょっとね、割愛させてもらうって形になります。申し訳ありませんが、まあ、ご容赦ください。で、月足なんですけども、上昇トレンドはまたね、復活してそのまま続いてるんですよ。ただし、もう介入が警戒されている、そのレベルのね、ところが、137円あたりまでね、この辺までありますからね、まずね。で、もっと言うと、ここまで一旦落ちてますから、ここら辺まで。十分今ね、介入が入ってもおかしくないような水準にはいるんですよ。ただし、ゆっくりとゆっくりと上がったり下がったりしながら、のんびりと上がっていく分に関しましては、介入は入りません。急激にズバーンと行くから介入が入るんですよ。ここは大して急激ではないんでね、それに比べると。一旦こういうふうに長く落ち着いたところがありますんで。ですんで、160円ね、ドルと円のバランスから考えて、160円ぐらいまではじわじわと進んでいくんじゃないかなと思います。ただし、国内の景気のバランスとかね、日銀の、まあ、金利とかを考えていくと、150円を過ぎたあたりからは、緩やかに上昇していっても、かなり、警戒してくるんじゃないかなっていうのが私の見方ですね。はい、ということで、月足は相変わらず、上昇傾向にありますんで、上の方に行く圧力がかかってますよってことです。で、次。これ、週足なんですけども、じゃあね、36週目はどうなるのかってことなんですけども、はっきり言ってこれ分からないんですよ、36週目は。今まではね、順調に上の方に行きますよって言って、上の方に行ってたんで、私のね、言った通りぐーっと上がってきたでしょ。うん。まあ、それよりも、私の予想よりも早い段階で上に上がってきたって思ったのは、この、大きな陽線の出てるところなんですけどもね。でも、大体、私の予測通り、週間取引をされてる方も、利益を出し続けてるはずです。私は週間取引結構大きな利益になってますからね。で、今週はその私から見てもわからないので、週間のトレードはしないでおこうと思います。わからないときは、根拠は自信に、根拠はね、なんだろうな、自信が薄いときはやらないっていう選択肢を取ることによって余計な損失をやっぱりね、出さないようにしないといけないですからね。で、おそらく同じぐらいのレベルの投資家さんも、36週目に限って言えばね、9月4日から8日に関しましては、週間取引しないんじゃないかなって思いますね。デイトレードに集中すると思います。まあ、こういうふうな読みもできるようになってくるわけですよ。週間トレードをしないってことは、週間で寝かせるための資金が余るから、日々の資金投入ちょっと増えるはずです。もしくはトレードの回数を増やすと思うんですよ。当然私もそうしますしね。で、そうなってくると後で確認しますけども、9月4日から9月8日までの36週がテクニカルに向いてるかどうかってことを確認しなければいけませんよね。まあテクニカルね、結論から言うと向いてる週にはなると思うんですけどね。はい。ということで、週間取引はちょっと見ていけないんで、上に行くのか、それとも下に行くのか、横ばいなのかってことは、ここでは言及はね、避けさせてもらいます。すいません。で、多くの方が関わるのが日足なんですよね。当然今日は、動いてませんけども、この動画を見てらっしゃるのが、9月4日の月曜日だとすると、そろそろ、動き出す準備をね、しなくてはいけないところだと思います。概ねは横ばいになってるのは前からお話してる通りなんですよね。横ばい。横ばいになってるんだけども、その中で、移動平均線に触れて、材料のせいもあるけど、一気に上に駆け抜けたところがここですよね。まあそうなってくると、一つ前の陰線と、今出ている陽線。こちらの方を比較するんですけども、実態だけ見ると似てますよね。その一個前はどうですか？その一個前は、こんな形。よく私がお話しする、迷ってる状態の陽線だって話しましたよね。で、これが次の陰線によって、明日に行くのかなと思ったんですけども、材料によって、同じ水準に引き戻されたでしょ。だから、日足はさらに、迷いと同じ状態になったっていうふうに解釈するのが妥当かと思います。まあですんで、ここまで引っ張っておいて申し訳ないですけども、9月4日、月曜日、上昇するのか下落するのか横ばいに行くのか、今の段階では普段よりも非常にわかりにくいんで、月曜日にエントリーすることが私も多いんですけども、今日はね、ちょっとエントリーを控えておこうかと思いますね。それで、9月4日は、1週間テクニカルで動いていくはずなんでね、材料が少ないですから。だから、
9月4日はね、その分だけじっくりと1週間の足場を整える1日にしたいんですよね。今の段階ではそれしか言えません。もしかしたらね、お昼ぐらいになったら、あ、動く方向が分かりましたとか言ってね、突発的にまた別の解説入れるかもしれませんけども、今の段階ちょっとすいません。日足の方も不明確です。そうなると4時間、1時間もっと分かりませんからね、すいません。4時間に関しまして言えば、移動平均線の下にいたやつが、この大きなね、材料によって、包み足を作って上の方に出かかってますよね。まあですんで、もしかしたら下落トレンドっていう風に先週は評価しましたけども、下落トレンドが終わって上昇にまたね転じるんじゃないかなっていう風にも4時間見ると考えることができます。だから月曜日は本当に上昇に転じたのかどうかをちょっとね、おさらいしなければ、ね、いけないですね。確認しなければ。でさらに1時間を見ていくとどうでしょうか。1時間もずっと移動平均線の下に潜ってましたね。それまでは上にいたんですよ。上にね、上にいたのが材料によって、この材料ですよ、材料によって下に潜っちゃったでしょ。で今度また材料によってもしかしたら上に転じるかもしれないですよ、ここね。だから9月4日月曜日はこの上昇に転じたんではなかろうかってところを見ながら確認するっていう作業になります。先ほどの4時間と同じですよ。でフェーズが変わっていなければね、これがだから材料があった結果下の方に行くんだったらセルでいいわけですよ。でもそうじゃないから話がややこしになっていますよってことです。ということでね、全体的にちょっとこう分からんということになりましたけども、分からないってことが分かるだけでも大事ですからね、あまり侮らないようにした方がいいと思います、この分からないっていう判断。じゃあ指標を見ていきましょう。9月4日月曜日なんですけども、ほとんどなかったかなと思います。8時50分にちょっと入ってるだけでね、ないですね。火曜日はどうかっていうと、まあオーストラリアは派手なのがありますけども、基本的に日本でもアメリカでも何もありません。でテクニカルに向いてるでしょ。で水曜日ですけども、オーストラリアがありますけども、あんまり影響ないと思います。日米ともにありません。で夜になるとアメリカがちょろっと出てきますね。はい、ISM の、この ISM の非製造業っていうのは、これはね、ちょっとね、揺れると思いますので、水曜日の夜23時には一旦相場が壊れます。ですんで、通常月火水はテクニカルの日だと思ってやってください。そして23時に、おそらく市場がちょっとね、クリーンアップされて木曜日に至るということなんで、木曜日も市場が落ち着いたらすぐに、テクニカルでトレードを始めればいいと思います。夜ユーロがありますけども、アメリカの方では大したニュースが入ってませんから、そのまんまテクニカル出てきます。金曜日出ましたね。金曜日はちょっとね、普段と違う金曜日ですね。さすがに8時50分にこの三つ星が入ってくると、 GDP が入ってくると大きく揺れるんで、もしかしたら金曜日はトレードチャンスがないかもしれないですね。まあトレードは昼ぐらいからできるかもしれないですけども、多分チャンスないでしょうね。ということでね、月火水木は普段通りテクニカルでトレードができるから、しっかほっか稼いで、稼げたら金曜日はお休みにしましょう。そういう風な形で見ておこうかと思います。それではお疲れ様です。